どうもです。はい、もう気になってんねんけどさ、はい、ちゃんこ鍋うまいの？美味しいっす。いや、僕ちゃんこ大好きなんですよ。あ、はい、ものすごい好き うん、で気になったんですけど、これ900円ですよ。はい、大体あの、どこのちゃんこでもね、1800円ぐらい、1人前どこでもね。もう一番基本的なちゃんこやと思ってもらったらいいですね。だから野菜に、はい、要はお揚げさんと、手作りのつみれが入ってるだけで、いわゆるそれ以外のものは何も入ってないです。あ、豚とか。そうです、それはですね、鶏とかは追加のトッピングになるんですね。あ、そういうこと。これが一番基本のちゃんこやと思ってもらったらですね。でもボリューム満点はあります。しっかり腹が入ってる。あ、いっぱいなります。これでも全然十分です。で、量は多いねんけども、入ってるのはそのつくねと、つくね、揚げさん、揚げさんで玉こんにゃく、であとお野菜が、あと5種類ぐらい、ね、5種類ぐらい、はい、そこ も結構、盛り分けしてさせてもらって。でもここの名前がちゃんからというて、で、まあ、話聞くと、ちゃんこと唐揚げ専門の店にしようと。そうなんですよ、いわゆる僕がずっとこの店に入ってられたらいいですけど、はい、もう一軒店をこの森淵の方で持ってるんで。やったんですか？そうなんですよ。そこは何屋さん？そこはもう割烹料理なんですけど、で、プロレスラーたちに、ここをちょっと任せて、で、一人サブ のバイトリーダーみたいな女の子を入れてですね、やってるんで、まあ、彼女らにもがっつり作れるものって言ったら、もうやっぱりしっかりできるものですから、そうですね、もうこの一本でいかなあかへんかったっていうのが。なんで、そもそも唐揚げいうのは、なんで唐揚げ専門の店なんですか？いや、もともとその森口の方でやってるお店が、そこの唐揚げが美味しいって言って評判やったんですよ。はい、正直でも僕から言わせたら、普通の唐揚げです。ただお客さんたちがもう、すごいすごいって言って食べに来てくれるんで、そんな難しいこともない。いや、もう食べてみたいです。あ、ぜひぜひよろしくお願いします。今出てこないです。これね、今ね、バイトリーダーがいてないですね。ここでポッとリーダーね。もう今できてますよ。もう今できてます。なんで鶏からやねん。もう今揚げてますんで。なんで鶏から捕まえてきてもたらなんぼでもいいですよ。後ででもほんまに呼ばれてもらおうかなと思ったんで。あ、ほんまですか。はい、ごめんなさい、ちゃんこってね、プロレス、相撲取りがもともとちゃんこ食うじゃないですか。そうですね、はい、プロレスラーの人もちゃんこって食う。そうですね、相撲用語でちゃんこって言うんですけど。相撲用語やな。そうです、もともと相撲用語です。ちゃんこ鍋っていうか、ちゃんこ料理っていうのは、相撲取りが作った料理がちゃんこ料理。はいはいはい、だ相撲取りが食べるものは全てちゃんこなんです。ね、卵焼きを食うても相撲取りはちゃんこなんですよ。ご飯っていう意味が要はちゃんこっていう意味なんですね。相撲取りが食べる鍋としてちゃんこ鍋っていう。だから味も味噌味がええとか何味がええとか決まってるわけじゃないよ、ね。関係ない。ちゃんこ。昔ほら新日本プロレスとかのね、特集が出たりとかしたら、ごっつい鍋でみんなちゃんこ鍋。そうですね、いわゆるプロレスって、力道山先生が、先生なんですね。先生ですね、力道山先生がですね、やっぱ発祥となっているんでですね、やっぱ相撲から来てる言葉とかもいろいろあってですね、そこから来てるんで。プロレスの基本はちゃんこですね。あ、そういうことなの。ほんで、本当に相撲取りさんほどその収入がないんで、やっぱりその、あ、厳しいですか？厳しいです。がっつりしっかり。それ知りたかって、プロレスってね。来ましたね、これ。いいですか、ちょっと。いいですよ、はい。深く追っていい？深く追ってください。っていうのは、プロレスってね、なんか団体がやたらと僕らの子供の頃って何個かしかなかったんですよ。はい、新日本とか、はい、なんか何個かしかなかったんが、はい、今なんか、その辺のポスター見たら、めちゃくちゃありますよ。めちゃくちゃあるんですよね。あないに分かれて、大阪プロレスとかもありましたよね。はい、ありました。あないにぐちゃぐちゃ分かれるほど、その辺にお客さんって来るんかなっていう。過去振り下げたら、それは分散はしてますよね。その当時やっぱりその大阪プロレスさんがその道の子プロレスさんから分かれての大阪プロレスになったんです。それはその道の子プロレスでじゃあこんだけのファンがいてましたっていうのは、やっぱり大阪プロレスのファンに流れたりとかって言われますよね。だからこれちょっと業界的にも問題なんが、はい、まあ問題なんは問題なんかなと思うんですよね。うん、昔やったら長野正弘、橋本真也、はいはいはい、武藤敬司、はいはい、佐々木健介、はいはい、長谷博、これ全員5000円、まあ一番高くても1万円で見れたわけじゃないですか、はいはいはい、ところが今この5人見ようと思ったら一番安い席でも一団体ずつ見に行かなあかへんわけじゃないですか。これはやっぱりお客さんからしたらどうなんかなっていうのはあるんですけど、これ例えば誰かがマッチメイクみたいなことはしないんですか？全員引き取ってですね、揃えてきたりとか。いや、それは、うん、
やろうと思ったらやるとは思うんですが、まあ、やっぱり揉めますね。こればら、こうなんでこのばらけてる、うん、その価値っていうのはあるんですか、うん、その団体がばらけてる。団体としてはないです。ただ例えば武藤さんがじゃあなんで新日本全日本を出ていったのかって言ったら、うん、やっぱりそのここでやってる会社よりもやっぱり自分一人で立ち上げて、あーそうやったわ、と自分個人、いわゆる個人事務所を作る、個人事務所を作ったようなレスラーことなんですけどね。ちょっと聞いたんですけど、うん、まあ大体プロレスラーのね、はい、そのファイトマネーっていう、ファイトマネー、これね本当にいろいろあるんですけど、多分武藤さんらクラスで、うん十万一試合、1試合だ。でもね、その武藤さんの団体あるじゃないですか、はいはいはい、今レッスルワンプロレスっていうところに上がってて、はい、うん、もっと他に言うたら新日本プロレスの選手たちは年俸契約で出てるんで、はい、新日本プロレスの仕事に試合に出るのはもうこの年俸の中に全部含まれてるんで、ないんですけど、例えばじゃあ武藤さんをじゃあ僕どこの団体が借りてこようってなった時には1試合のギャラを払わんとダメなわけですね。これが10万、ほんであとはその会社と武藤さんとの取り分はちょっとわからないんですけど、あとはあれですね、まあそれはもうトップ中のトップなんですけど、うん、僕とこのにおるこの辺にも乗ってるこの、はい、ダイナミドウ君とか、うんうん、こんなんはほんまに数千円です。え、マジで？はい。でそれでもやるでしょ、数千でもこう投げられたり、ぶつかれたり、チーフいたりとか、やりますね、デスマッチも含めて、数千円で、その数千円で、その方が怪我する確率は高い、高いです。で、数千円で、普段思いっきり練習してるんでしょ、トレーニング、そうですね、普段は、日々毎日、それも、その数千円のデスファイトマネーが、それ言うてるように、うん十万、うん百万になるために、そう、今、ドリームをですね、ドリームを掴むためにですね、お笑い、はい、お笑いタレントと一緒ですわな、はい、そうですね、はい、何が当たるか分からん世界なんで、だからこの店も含めて、はい、レスラーたちも応援、みんなしていただきたい、そうです、応援、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、に来ますんで、お願いします、ぜひぜひ、お願いします。はい。